はじめまーす。今回はイオンモールでデスゲームスレを3本紹介するよ。1本目は2023年4月21日のスレ。イオンモールで逃げ回るワイを24時間以内に殺せたら10億円、やる？ワイを殺しても罪には問われない。ワイを殺す過程で施設内で行った犯罪行為は罪には問われない。ただし施設に被害があった場合は後から賠償を請求される。ワイの耐久力は普通の人間。ワイは泣きながら全力で逃げ、殺されそうになったら情けない命乞いをする。ワイが反撃したら日本国の法律のもとワイが裁かれる。20時間過ぎた時点で捕まっていない場合、ワイはお前らの前に現れてお尻ペンペン挑発する。やる？今日は暑いからやめとく。一致殺したないから5億ずつ分けようや。優しい。10億出すやつに詐欺働くとか勇気あるな。10億は一致が働いて稼ぐん。国が出すんや。やる。殺す？金欲しいんや、すまんな。どこのイオンかによる。一番狭いイオンモールとする。殺すなんて悲しいやん、やらへんよ。ありがとう。かわいそうすぎて殺せない。45歳ハゲデブのおっさんや。ここでやらへん言うても、20時間経過してお尻ペンペン挑発されたら死に物狂いで行くやろ。ワイはしたくないけど仕方なしでお尻ペンペンしているものとする。金のために一致を殺すワイやと思ってんのか？見くびんなや。殺すぞ。10億？だったらやるよ。30分でボコボコにして殺す。失敗したらどうなるんや？何もない、ノーリスクや。やりとくやんけ、やらんわ。一致50メートル走とシャトルランどれくらいや。ワイは膝が悪いので走れないものとする。逃げ回る気なくて草。そのイオンに一般客はいるんか？24時間貸し切りとする。普通に買い物と食事して、帰りに殺して10億もらって帰る。5回ぐらいやりたいけどいける？実際本当にもらえるってなっても人殺すの嫌すぎてできないかもしれない。トラウマになりそうで怖い。みんな優しいな。10億はワイのもんや。24時間は短いわ。ハンデで一気に発信機つけるぐらいしてくれないと勝てん。殺人なんかするわけないやろ、ぶっ殺すぞ。そんなことより一気と仲良くなりたい。友達になって一緒にイオンモールで遊ぶわ。普通に一緒に買い物しようや、フードコートならおごってやるで。やるわけねえだろ、一致は大切な一人の命や。俺にはできないよ、と言って涙を流す。そして駆け寄ってきたワイを不意打ち。2本目は2017年8月30日のスレ。殺人鬼と2人っきりのイオンモールで72時間生き残ったら1000万円。無理そう。殺人鬼殺してもええの？ダメや。なんでや。その場合はお前が次の殺人犯役として72時間追いかけ回すんやぞ。何人も撃ってうち一人が殺人鬼とかよりよっぽど楽勝よ。これきつい、無理やわ。敵が複数みたいなもんやし。これ実際には殺人鬼放り込まずに何人が殺人に手を染めるかみたい。900万渡して100万もらう。殺人鬼はお前を殺せば1億もらえるんや。殺されそうになっても愛の心に眠る殺人衝動が目を覚ますで。皆殺しや。殺人鬼殺したやつが次のゲームの殺人鬼役やで。殺しちゃいけないなら死なない程度にボコってすまきにしとけばええやん。お互いに殺人鬼と2人きりになれって言われて放り込まれたジェイミン同士ならどんな心理戦になるんやろか。どっちも隠れたまま72時間経過やろな。例えば向こうがライフル持ってるとかやったらきついけど、ただ殺人鬼ってだけで言うほど絶望的か？言うて人相手やん。敵だってモールのもの有効活用してくるんや支配色濃厚やろ。なんでお前ら自分をそんなに過大評価しとんねん。72時間でイオンモールの中から動き回る人間を見つけられると思ってる方がどうかしとるわ。見つけるだけなら余裕すぎるわ。エレベーター開いた時に目の前おったら衝撃やね。金と金のあれみたいやね。嘘食いとかあれクラスは絶望やな。放火するやつやったら速攻終わるな。スプリンクラーなめんな。停電させたら終わり。はい論破。殺人鬼さんサイドは食品売り場にこもるのが安定。よっしゃフードコート行くわ。イオンモールやぞ、食いもんなんてそこら中にあるわ。お前ら逆の立場やったとしていける自信あるか？無理、見つけられずに帰りそう。何か余裕で逃げ切れそうな気がしてきた。無理、逆の立場なら余裕で殺せる自信あるもの。端から火をつけていくかな、うろうろ探すのはしんどいわ。トイレ行くの怖すぎ。漏らせばええやん。しょんべんだろうが大便だろうがトイレでする理由ないやん。汚いじゃん。店内で糞尿したら軽犯罪なんちゃうか。かわいい。育ち良さそう。
不眠は無理やからそこをどう乗り切るかよ。布団売り場で寝てれば終わりそう。挑戦者さん、おめでとうございます。逃げ切り成功ですよ、挑戦者さん。掛け布団をめくる。か、体が真っ二つにされてる。エレベーター乗ったところを閉まるボタン72時間連打で余裕やんけ。ワイなら天井の点検口に入ってクソデカダクトの上で寝て過ごすわ。それチェーンソーの音が聞こえてきて自分のすぐそばに貫いた歯が現れるやつじゃん。映画館とか立てこもれるんちゃう？これやろ。あの分厚いドアなら閉めればオッケー。なぜか先回りされてる上に中から開かなくされてるぞ。殺人鬼はレーダーとして逃亡者に近づくにつれて音の感覚が狭まるスピーカーを持てる。逆にその音で気づける逃亡者。エイリアンアイソレーションかな？一日とかならええけど3日はさすがに小川有利すぎやろ。夜どこにいても眠れなそう。72時間なら寝る必要ないやろ。これって一番最初にアナウンス室に行って音楽を最大音量でかけたらそこそこ有利にならないか。音での探知が少し難しくなる。それに殺人鬼側は止めるためにはアナウンス室まで来なくてはいけないリスクを犯す必要があるし。逆にこっちも探知できないぞ。静かな方が有利やと思うけどな。いきなり鉢合わせとかあるで。IQ30 の 190cm 80kg、50m 走5秒ベンチプレス 300kg。おわ、IQ250 の 160cm 42kg、50m 走12秒ベンチプレス 10kg。どっちか選べるものとする。相対即死パワー系殺人鬼。罠がやばい頭脳系殺人鬼。冷え。校舎のやろな。50メートル5秒はあかんわ。校舎はやばい。建物の配置覚えて罠仕掛けまくれる。あの72時間の悪夢から解放されて今や日常は退屈でしかない。気づけばもう一度あのスリルを、と頭をよぎる。自分が殺人鬼になるエンドか。3本目は2017年5月20日のスレ。殺人鬼のエレオンモールで3日逃げ延びたら3億円。殺人鬼は一人でナイフのみ所持。やる？反撃はか？ええー、で。余裕やな、殺人鬼なんかただのカスや。無理やろ。一日でも無理。食料確保してシャッター下ろせば終わりやろ。余裕すぎる。犯人もエオンモールのもの使えるの。せやで。殺人鬼の身体能力は？室伏の3倍。冷え。吉田沙織を2億で雇えばええやないか。武器手に入るやんけ余裕やろ。言うほど返り討ちにできるか？相手は人殺しにためらいない殺人鬼やろ。ビジュアルがピエロなら足すくんで無理や。バカ殿とかにしてくれ。バカ殿が襲ってくる方が怖ない？元から怖いのが殺人鬼の方がマシや。参加者2人募って、相手は殺人鬼です。反撃は可です。って両方に伝えて観察するのが楽しそう。どうなんやろうな。実際は会話試みて誤解解けるつまらん終わりな気がするわ。殺人鬼2人連れてきて、反撃してくるかもだけど、獲物殺せば3億だよって方が楽しそう。3日後に殺人鬼として生き残っていたのはお前だったとさというオチになるんやで。世にも奇妙な物語かな？殺人鬼と教えられた人物も参加者なんやで。いっち。殺人鬼やんけ、先に殺したろ。殺人鬼。殺人鬼やんけ、先に殺したろ。イオンモールって監視カメラ見られる警備室どこにあるんや。警備室なら鍵あるはずやし、よっぽどじゃない限り3日の空腹に耐えれば3億やん。警備室のドアがどんどんされるの3日も持つか？すっげえ怖そう。PTSD 不可避。無理やな。2日目には体力なくなってヘロヘロ。精神的にも限界が来る。その状態で殺人鬼に遭遇したら、もう終わりよ。その頃には殺人鬼もヘロヘロやろ。刺身とか食ってもええんか？ただでもやるわ。いじったなくて草。ただし刺身にはアニサキスがいるものとする。まあとりあえずフードコートでステーキ頼むわ。殺人鬼。はいお待ちどう。B 級ホラーでありそうやな。3億円もらえるけど、次の殺人鬼役は生き延びた人なんだよな。これやな。殺した瞬間次は自分が殺人鬼役になって次のゲーム開始。今回はイオンモールでデスゲームスレを3本紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。